アンリ・ジャン・コシェは、フランス・リヨン出身の男子テニス選手。同僚のフランス人選手ジャンボロトラ、ジャック・ブルニョン、ルネラ・コステと並んで、フランスの四重子と呼ばれた。グランドスラム優勝7回、全仏優勝4回は、現在歴代3位記録。1976年国際テニス伝道入り。アンリ・コシェの父親は、リヨン市内にあるテニスクラブの秘書を務めていた人で、 彼はその恵まれた環境の中で自然にテニスに親しんでいった。子供の頃にテニスコートの維持管理の仕事を手伝い、玉拾いに勤しんだことから、彼にはリオンのボールボーイというニックネームがついた。1921年にコシェはパリに出て、そこでジャンボロトラと出会う。1922年からコシェとボロトラはデビスカップフランス代表となる。この年に、 コシェは、全仏選手権の決勝で、ジャン・サマズイを8から6、6から3、7から5で破り、大会初優勝を飾った。翌1923年に、ジャック・ブルニョン・トルネラ・コステが、デハイフランス代表に加わり、こうして、フランスの4十0が、世界のテニスの表舞台で活動を始める。1924年までは、全仏選手権の出場資格は、 フランス人選手のみに限定されていた。1925年から国際大会となり、フランス人以外の選手にも出場資格が与えられるようになった。したがって、1922年のコシェの初優勝はテニスの公認記録から除外される。その後、コシェは、 全仏選手権で1926年、1928年、1930年、1932年と2年を機に優勝した。この4勝が彼の公認優勝記録となる。これは1980年にビョルンボルグによって破られるまで全仏選手権、男子シングルス最多優勝記録であった。 ウィンブルドン選手権では1927年と1929年に2勝を挙げ、全米選手権では1928年に優勝している。したがって、コシェは公認優勝記録で4大大会シングルス、通算7勝を記録したことになる。フランスの4 0死と同時代に活躍したライバル選手の中に、ビル・ジルデニやビル・ジョンストンなどがいた。 コシェの全仏優勝のうち、1930年の優勝は、決勝でチルデンを破って獲得したものである。また、コシェは、地元開催の1924年パリ五輪で、男子シングルスダブルスとも決勝で、アメリカのヴィンセント・リチャーズに敗れて、銀メダルに終わった。五輪の男子ダブルスでは、ブリニョンとペアを組み、リチャーズ、フランシス・ハンターの組に敗れた。 1929年10月、コシェは、ブルニョン、ピエール・ランドリー、レーモンド・ロデルと共に4人の一行で来日した。日本テニス協会はこの日仏対抗戦のために、東京に2000人収容の仮設スタンド付きテニスコート2面を設置した。とりわけコシェは、当時の日本人選手とさほど変わらない体格であった。ため、彼のプレーぶりは、若手の有力選手たちに、 大きな刺激を与えた。1974年、四十史の物語がアメリカの映画監督、リチャード・レスターにより映画化された。レスターは前年の1973年にデュマの小説、三十史の映画化を行い、それに続いて1920年代マイナス1930年代前半に活躍した4人のフランス人、テニス選手のドキュメンタリーも残したのである。 1976年、四十歳のメンバーたちは四人揃って、国際テニス伝道入りを果たす。四人とも長寿に恵まれたが、コシェは1987年4月1日に85歳の生涯を閉じた。彼の存命中に、ビョルンボルグが全仏オープンで男子シングルス最多優勝記録を更新し、1981年に大会4連覇で通算6勝を達成した。 ありがとうございます。